それでは皆さん、体のコンプレックスをお伺いしましょうか。さあ、平野くん。僕、めちゃくちゃ筋肉質なんですよ。お、いいじゃん、いいじゃん。いや、いいんですけど、見たいよね。見たいよね。あ、言葉出てました？出てました。やれてんの。どこ、誰がですか？誰がですか？見して。あ、やべえ。いやちょっと顔顔さないで。何でこれスポーツやらなくて何もしてないんですよ。すごい。でもなんかこう日常的になんかすぐ物を壊してしまったりとか、力加減ができなくなっちゃって、僕小学生の時とかからなんかこういうドラム缶テレビ、ドラム缶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 テレビ、ドラム缶。たまにこうビーってなっちゃって、でおばあちゃんに叩いてきてみたいに言われて、バーン叩いたらもうそのままテレビバーンって壊した。とかあとはこう雑誌で用意してもらったコップを持ってもうそのままバリバリって壊しちゃった。超人じゃん。もう映画化しろ。超人じゃん。